る戦略。ずいぶん差を強そうですね。もう怒ったんだから。痛いから覚悟してね。おっ、俺が代わりに。でい、痛いから覚悟してね。ビシッ、スーちゃん大大大勝利。さらにかっこよくなっちまったな。
6倍がいいかな。6倍で人？さて、どれを使おうかな。こんな感じでいけるかな。よし、始めます。ズバリここだ。ここしかない。まだまだこれから。これでいいか。ドーム描きます。よし、とりあえずね。特性ワード、これで平気。わーい、出来上がり。やべえ、でこえーって。きっと痛いよ。痛いから覚悟してね。受けてみろ。俺が代わりに守ってみせる。
守ってみせる。いましたね。ですが、魔物は私が先に倒します。ふーた、負けないよ。私たちが先に倒すんだから。おかしいね。魔物なんてどこにもいないけど。ミレイユさん、まさか嘘の試験を私たちに？おい、あれ。あれ？もしかして依頼の、それに女の人？すみません。はーい、どうしました？その魔物って一体。ああ、私がやっつけたんだ。危ない魔物が出たって噂になってたから。やっつけた。私たちの課題を。課題？課題ってもしかしてアトリエランク制度の？はい。あれ、お姉さんランク制度のことご存知なんですか？私もランク制度に参加してるからね。私はフィリス・ミストルート。いろんなところを旅して回ってる錬金術師なんだ。フィリスさんですか？私はリディで、こっちは妹のスーちゃん。私たち双子の錬金術師なんです。で、これはおまけのルーシャ。おまけとは失礼な。おまけなのはあなたたちの方でしょう。よろしくね、みんな。でも本当にごめんね、課題台無しにしちゃって。そうだ、後で私のアトリエに遊びに来てくれない？みんなにお詫びがしたいんだ。フィリスさんのアトリエにお邪魔しちゃってもいいんですか？もちろん。私のアトリエ珍しい形してるからきっと楽しめると思うの。アトリエはメルク庭園に貼ってあるから、みんなのこと待ってるよ。アトリエを貼ってある？どういうことだろう。そう、まあ行ってみればわかるんじゃない？ねえ、ルーシャも行くでしょ？いえ、私はパスです。ミレイユさんに新しい課題を用意してもらわないと。一応二人の分も用意してもらいますので。やはり戦いはフェアじゃないとね。さすがルーシャ、自分の首を絞めるのが得意だね。じゃ、任せたよ。リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。マティアスさんったら、女の子にはすぐそういうこと。へい！
受けてみろ。守ってみせる。守ってみせる。守ってみせる。釣りが出ますって。二人とも
リスちゃん分が足りなくなって帰ってきたの。あ、リリスちゃん、あ、すごい、とっても可愛いわ。リアヌ、ちょっと今お客さん来てるから。いいじゃない、お客さんがいても。私のフィリスちゃんへの愛はみじんも揺らがな。あら、リリーちゃんにスーちゃんじゃない。二人ともフィリスちゃんと知り合いだったの？あ、はい。リアーヌさんの妹さんってフィリスさんだったんですね。そうよ。世界一可愛くて大切な私の自慢のとってもすごい妹なの。ごめんね、二人とも。リアネ、私のことになるといつも暴走しちゃうの。こうなると長いから悪いけど、また来てもらえる？本当にごめんね。それじゃあまた。そういえば聞きそびれちゃった。フィリスさんってランクどれくらいなんだろう。どうだろう。まあいつか聞いてみればいいや。さあ、ミライユさんに新しい課題もらいに行こう。